ここ坂の上の雲ミュージアム、松山の魅力を発信するメンバーが集結。大好き松山、竹所、白い雲。子どもの権利は守られていますか？児童相談所への児童虐待の相談件数は増加し、子どもの命が失われる痛ましい事件が続いています。社会全体で体罰などによらない子育てを広げよう。今年の4月から体罰禁止が法定化されました。はい、松本さん、これを見てください。しつけのための子どもへの体罰、積極的にすべきである、必要に応じてすべき、他に手段がないと思った時のみすべき。およそ6割近くの方が体罰を肯定しているんですね。はい、これらはすべて体罰になります。言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので頬を叩いた、大切なものにいたずらをしたので長時間正座させた、友達を殴って怪我をさせたので同じように子供を殴った、他人のものを取ったのでお尻を叩いた、宿題をしなかったので夕飯を与えなかった。なぜ体罰がいけないのか分かりますか？体罰が繰り返されると子どもの心や体の成長に悪い影響が残る。その通りです。しつけと体罰は違います。しつけは子どもの人格や才能を伸ばし、自立した社会生活を送れるようサポートしていくこと。言葉や行動で本人に伝えることです。子育てに困ったり悩んだりしたときは、はい、松山市子ども総合相談センター事務所です。こちらは子どもとの関わり方について話を聞いてくれるところ。連絡先は 089-943-3200 子ども総合相談、さらに全国共通児童相談所3桁ダイヤル、いち早くにご連絡ください。また随時面談もお受けしています。毎年11月は児童虐待防止推進月間。子どもを気遣い子育てを後押しする、そんな地域を広げましょう。あなたの声が子どもの未来を守ります。一人で悩まず一緒に考えていきましょう。周りの方たちの気づきやサポートも大事じゃないですか？はい、社会全体で子どもたちを支えていくことが体罰をなくすことにつながっていくと思っています。ハイと松山俳句ポスト365、今週ご紹介する優秀作品は水カルル、月の匂いのする小石。水カルを体型として捉えるのではなく、そこにある一個の小石を描写することで季語水カルを表現しました。匂いを嗅いでいる以上、小石を手にしているであろうことが想像できますし、それが月の匂いのようだと述べることで、水の枯れている川がまるで月面のように冷たく灰色に広がっているのだということも読み取れます。石に対して月というふうに取り合わせてくる、そういう発想の句がないわけではないんですけれども、月の匂いのする小石って言われると、月光の高校と出る秋の河原も思い浮かぶことができるんじゃないでしょうか。水かるという季語がなかなかこう馴染みがないという方もいらっしゃるかもしれませんが、この季語を一つ覚えた以上、これから季節ごとに川を眺めて川の水量なんかも気にしていただけたらいいのかなと思います。坂の上の雲フィールドミュージアム、今週の松山の宝は松山総合公園からお届けします。松山市考古館埋蔵文化センターには市内で発掘された埋蔵文化財が保存されていて、およそ600点を常設展示しています。